こんにちは、パワーチューブです。今日ですね、僕らがなぜこのチャンネルを作ったかっていうのを少し話させていただきます。で、なぜこのチャンネルを作ったかっていうと、まず僕らがやってるパワーリフティングという競技ですね、これをまず広めたいっていう思いがあって、この3人でやろうってことになりました。で、なんで広めたいかっていうと、やっぱり自分たちでやってみて本当に楽しいっていうのがもう本当に一番ですね。で、こんなに熱くなってもう仲間もできてね、で楽しくやれる競技って僕この社会人になってできると思ってなかったんですよね。で、こんな思いになれるんだったらやっぱり一人でも多くの方にやっていただきたいなっていう思いがすごく強くて、やっぱりマイナーな競技なんでね、パワーリフティングって。で、なんでそれを僕ら3人でちょっとやっていこうよっていうことで、まずこのチャンネルを作りました。で、もちろんそのパワーリフティングやってる方だけじゃなくて、本当にトレーニングこれから始めますとか、今やっててなんかちょっと出てみたいなとか、ビッグ3ちょっと強くて大会ちょっと出てみたいなとかっていう方にも向けてちょっと動画を出せていけたらいいかなと思って、このチャンネルをまず作らせていただきました。このチャンネルではですね、僕らも、今まで積み上げてきた技術でありますとか、経験、あとは普段の練習の風景、本当に楽しんでるんで、なんかその楽しい雰囲気だったり、その辺ですね、皆さんにこう提供していけたらなと思ってます。僕自身個人的な話になるんですけど、5年前にパワーリフティングを始めた時、まだこういった形で YouTube でたくさん動画を情報を発信されている方が少なかったんですね。今よりはそういった方々で、今この時点からパワーリフティングとか筋トレをスタートされる方に、こう何か僕たちの情報が少しでもプラスになれば嬉しいです。そんな感じでこのチャンネルを作らせていただきました。で、これからもですね、パワーリフティング広めるために、パワーリフティングの楽しさとか素晴らしさっていうのを、この動画をこのチャンネルを通してですね、皆さんに伝えていけたらいいかなと思います。で、そのうち僕らで大会を開いたりとか、あとはなんかこういろんなところに出向いて、ね、ちょっとトレーニングのビッグ3の指導だったりとかっていうものを、なんか学校とかね、部活とかお力になれれば、ビッグ3の有用性をどんどん、示していきたいですね、っていうのもやっていけたらいいなと思ってます。はい、はい、そのような感じでこのチャンネルを作らせていただきました。はい、これからもパワーチューブよろしくお願いいたします。お願いします。